はい、こんにちは。MB です。今日は GU の新作シューズについてお届けしようと思います。フェイクレザーのチャンキーソールシリーズに加えてですね、リアルレザーシューズのシリーズも最近新作が登場しました。レザーナローユーチップシューズとリアルレザーダービーシューズの二方ですね。まず新作としてこの二つが乗っかってきているんですけれども、今までのラインナップと比べていて何が違うのか、そしてフェイクとリアルどう違ってどういう風に選べばいいのかっていうのを一回整理しながらですね、この動画に行って 完璧に解説させていただきますのでちょうど靴を探していた GU のシューズが気になっていたリアルレザーを選ぶべきなのかフェイクレーザーを選ぶべきなのか分かんない厚底なのか厚底じゃないのかどれ選べばいいか分からないみたいな人はぜひ最後までご覧になってみてください私毎週日曜日自分のオリジナルブランド MV アイテムの新作を必ず日曜日の夜9時から発売しております概要欄の方 MV アイテムスターのリンクありますのでぜひよかったらチェックしてみてくださいレザーはマルジ VD レザーだったりとかエルメスが使っているアノネイレザーエルメスも使ってるしプラダも使ってますねリモンタナイロンだったりとかさまざまなハイブランドが使っているファブリックを使ってなるべくコストを落として中間マージンを削減して皆さんにお届けするということをやっております多分世界でこんなことやってるの僕ぐらいなんじゃないかなと思いますインフルエンサーブランドって普通 OEM 会社さんとかが入るんですけどうちはイタリアで直接契約してやったりとかしているのでかなりコストも削減して皆さんにお届けできていると思います むしろ反則費ゼロなんで宣伝してんの僕ですからね。なのでぜひいい素材といいアイテムもですね、デザインはシンプルなんですけれども手にしたいという方がいらっしゃいましたら概要欄の方から見てみるだけでもお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。 まずはですね、ちょっと手元に新作のレザーナローーチップシューズプラス E4990 円とあとはフェイクのシリーズとかも持ってきております順番に説明していこうと思うんですけれどもレザーナローーチップシューズ4990円これね今年からの新作で,で同じく新作ラインナップに乗っかってきているリアルレザーダービーシューズこれは前回と同じリアルレザーの定番になっているシリーズですねでこの2方なんですけれどもリアルレザーになってますまず リアルレザーとフェイクの比較からしようかこっちチャンキーソウルローファーという商品で2,990円一角安いですねこっち4,990円でこっち2,990円まあ、つまり2,000円分安いんですけどそれどこに理由があるかっていうとまあ、大きくはフェイクレザーっていうところにあるわけなんですがじゃあフェイクとリアルどう違うかっていうと皆さんもちょっと見てみてくださいどうです動画で見て違いって分かりますか まあソールはねどっちにしてもそんなにいいソールじゃなくてチープなソールなんで、まあ、ソールは別にそんなに差はないと思うんですけどどっちもゴムのソールなんで。 どうですか僕はっきり言って違いいわからないですどっちがフェイクですかどっちがリアルですかってこうやってじっと見て見るだけだったら僕もわかんないですねっていうかまあ履き込んでいくと確かにリアルレザーとフェイクレザーってちょっとシワの入り方若干違うんで、まあ、それはわかるかもしれないけど、まあ、はっきり言ってこうやって見てどっちがリアルでどっちがフェイクか当ててみろみたいな。丸鉢クイズやらられたら多分 外すんじゃな分か,、ね、かんないです。っていうことは、まあ、2つ言えることがあると思うんですけど1つははっきり言って大したリアルレザーではないんですっていう、まあ、残酷な話。 これ結構前から言ってるんですけれども別に GU さんが悪いって言ってるわけじゃなくて GU のリアルレザー批判をしたいわけでは全くなくてですねこの値段でリアルレザーのシューズを出せてることにもう本当に拍手喝采なんですけれどもただレザーの原価ってそんんななに落とせないんですよレザーって他のファブリックと比べても結構仕入れが複雑で難しいんですけれどもかつ原皮の原価ってあるじゃないですかもう本当に大元の値段ってあるんですよね結構その GU のリアルレザーの4990円とかを指して いやいやいや「いや原費はこのぐらいの価格だからこんなん全然できるでしょ」みたいなのって言ってる人たまーにいるんだけど「お前一回洋服作ってから言えよな」って話なんですよ。あななたたでででききるんだっっら言ってもいいいけどできないでしょって話なの。 ここれれ4,990で作るるやつのの世の中にいるもうちょっと言うとこれあなた1万5,000円で作れるブランドどれだけいるのって話じゃないですかこれねそういうこと言ってるやつ大体これ1万5,000円って作れないです飛び込んで業界に飛び込んでじゃあ作りますって言って原皮仕入れていろいろやってってこれ1万5,000円じゃ作れないんですよ大体まあ1万後半ぐらいからじゃないですか これだと思いますまあ、原皮の減原皮、まあ、麺とかもそうなんですけど超超その大元の原材料費って言われるとそんなに高くないんですけど特にレザーとかはそうなんだけどそこから結構何重にも人の手がかかってくるんですねでなめし終わってレザーの製品として革としてねボンって出来上がってその原価だけじゃないんですよさらに そこからレザーってかなり流通複雑になっていて革の卸業者さんが入っていたりだとかレザーだけで仕入れるって結構難しいんですねこれちょっとややこしいんですけどレザーだけ仕入れるっていうのは結構難易度高くて実は特にこうたくさん作ろうと思うとねちょっと作ろうと思ったら全然できるんだけどたくさん作ろうと思うと例えば靴屋さんがレザーの会社さんとつながっていてうちで作るんだったらこのレザー使っていいですよみたいな話になってくるんですよ。レザーだだけけをあなたにこれだけボンってす っていうことはできません。みたいな結構複雑な流通経路があるんですね。だから、そのレザーを仕入れる時っていうのはその靴を作る。工場さんと契約して、そこの工場さんが仕入れてるレザーを使わなきゃいけないみたいな。レザーだけ仕入れて、それを工場に突っ込んで作ってもらうみたいな。普通の洋服作りでできることができなかったりするんですよ。だからレザーって簡単に言うと割と原価高いし、値切れないパターンが割と多いんですね。なので、いかに gu といえども。GU GU ユニクロとはまたちょっと違って国内需要だけ拾ってるまあこの秋からね海外展開始めますけど基本的には日本国内だけで展開しているブランドですから正直点数もそんなに爆発的な数って持ってないんですよねまあ、もちろんバレルレッグジーンズとかああいう大ヒット商品に関しては結構詰めるかもしれないけどまあ、靴なんて多分そこまでめちゃくちゃな数は作ってないと思うんですよねで考えるとまあこれ4,990円で作るってなった時にじゃあどういうレザーを使 使えますかとどういうクオリティが着地点になりますかって言われたらまあそんなにいいレザーは正直使えないんですよこれはもうしょうがないですレザーってそこまで原価安くなれなりにくいんでまあなので正直これリアルレザーだやったと思って買う人いっぱいいると思うんですけれどもパッと見の見た目は正直フェイクと全然変わらないです残酷っちゃ残酷なんですけどまあはっきり言って見分けつかないですいやいや MB さんと。 たらツヤが出てくるし磨いていけばツヤが出るはずなんで最初は同じかもしれないけどだんだん差がついてきますよねそれがリアルレザーの醍醐味ですよねって思われる方もいらっしゃると思うんですけどもちろん確かにおっしゃることはその通りなんですけれどもただじゃあどれだけ味が出るかって言われるとまあ、そんなに言うほどかなって僕はちょっと思いますっていうのもまあ例えばベジタンのベジタブルタンニンとかの、まあ、高級レザーとかだったら味わいは全然ガンガン出ると思うんですけどまあ、正直結構お化粧をしているレザー なので例えばやってみてほしいんですけどこれ靴そのツヤ出しのクリームとか使ってガン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 磨いても結構普通の靴よりもツヤ出にくいはずなんですよねその代わりもともとツヤがちょっとあるっていう感じなんですよ靴磨きのプロみたいな人がバーってやって GU の靴がほらこんなになりましたみたいなことはできると思うけど結構難易度高いはずなんですね普通の靴よりもツヤはちょっと出にくいですその代わり最初からツヤが出てるって感じなんですよで表面こうやって加工してあるというかお化粧してあるリアルレザーとかだと雨降って も正直強いんですねだからこれ水とかにも結構強いですです艶も最初から出てますっていうそういうメリットはもちろんたくさんあるんですけれども経年で進化していくかって言われると、まあ、はっきり言ってそこままでじゃないなといいいとうに思いますただじゃあなんでリアルレザー使うかっていうとややっっっぱりり馴染みすすかかたりだとと足に優しいってところがあるんですよ最初はまあ履き心地ってそんな変わらないんですけどだんだん伸びて馴染んでいったりしてくれるので足の形にフィットしてくれるから非常に快適な履き心地が実現できるっていう意味ではリアルレザーの方がもちろん いいいと思いますコストが高いっていう悪い面だけを僕は言ってるわけじゃなくてもちろんリアルレザーがいい面たくさんありますよでそういう馴染んでくるからこそこういうナローのシリーズが作れるんですね今回のナローチップって今まで発売された u チップよりりもかなり細身にな細にってるんですねでこれをフェイクレザーでやろうとするとフェイクレザーって馴染みにくいのでちょっとまあ窮屈なんですよなので馴染みやすいリアルレザーを使うことで割とギリギリのサイズまで落とし込むことができるからボディコンシャスな足のラインを出すことができるので、まあ、そういう細 細身のシューズを作るという時特にドレスシューズにおいては細身のシューズって重宝されますから、まあ、こういう細身のシルエットを出したいと思った時にフェイクだとどうしても限界があるっていうのは履き心地を犠牲にするんだったらできるんですけれどもなかなか難しいところじゃないかなというふうに思いますただ、まあ、これをどれだけいろんな人がこう理解しててるかっていうところですよね結局リアルレザーだから風合いがいいからこっちを選んでるっていう人多いと思うんですけど正直見ての通り全然風合いは変わらないです。履き心地ははじゃあ著しくく変わわるるかってて言われるとと実はそんなこともなこも 見やすくくてて履き心地良くなるって言っ言たんですけどフェイクレザーの方も GU は長年フェイクレザーのシューズを出してきているのでちゃんとノウハウがあるんですよでライナーにクッション材を入れたりだとかかなり履き心地良くなっていますなので馴染みにくいんだけど靴ズれも大してしないし柔らかいし履き心地としてはかなり上々でございますなので履き心地も見た目もどう差があるかって言われると、まあ、フォルムが細くできるからいいよねっていうのはあるけど正直それ以外を求めるのはこの値段では濃くな じゃないかなというのが結論になるかなというふうに思いますだから素材感がいいとか光沢感が綺麗とかまあ、そういうことを求めてリアルレザーシリーズを買うっていうのはなんか僕そんなに変わんないんじゃないのかなって正直思うのであんまりそういうファブリックの観点でリアルレザーを gu で選ぶっていうのはちょっと理にかなってないんじゃないかなというふうに僕は思いますねそれで言うなら風合いだけで見るんだったら別にこのチャンキーソウルのフェイクレザーでも全然構わないしじゃあどうすればいいかって言うとやっぱりフォルムとかデザインとか基本 的なところで選ぶのがいいんじゃないかなという風に思いますもちろんさっき言った通りですけどこの U チップの細い等をあの再現するために表現するためにリアルレザーを使っているわけですからつまりリアルレザーは質感のためじゃなくてフォルムのためにリアルレザーを使っているんだという風うに認識した方が正しいんじゃないのかなという風うに僕は思っていますさて、えー、そんなリアルレザーユーチップシューズなんですけどじゃあこの評価としてはどうなんだって言われるとこれかなりいいですね革靴の好きな人がこれ見ておーいい革靴作った タとは言わないともちろん思うんです。まあユチップのこのモカの部分、頭の部分とかもまあそんなに仕上げ別に綺麗じゃないですし、まあ機械でやってんだろうなって感じがしますし、まあ、別にすごいこう成仏としてクオリティが高いかって言われるとそんなことはないんですけれども、でも4990円でようこれやってんなってのはありますね。あと綺麗に擬態してる感があります。ユチップのフォルムもですね、以前はどちらかというとパラブーツみたいなちょっとこうなていうかカジュアルなワークっぽいようなユチップになってたと思うんです。 けどもうちょっと品が出ましたね塔が細くなってまあ褒めすぎだと思うけどウエストンみたいな少しこう品のあるような U チップのフォルムになってきているのでなんかすごくこう万能です、ね、今までの GU の U チップってどちらかというとワークっぽい印象があってまあスーツでも一応使えるんだけど、まあ、なんかこうカジュアルな印象が強いなぁと思っていたんですけど塔が細くなって上品になって塔もちょっと低くなったかななのでもう木型そのものがおそらく変わったんじゃないかなというふうに思うんですけれどもウストン エストンみたいなね上品なーチップシューズというか革靴に生まれ変わったなというところで僕は評価したいなというふうに思いますでソールもですね、まあ、エセなんですけどグッドイヤーっぽくサイドにですね小葉の部分にステッチを入れてあるので、まあ、もちろんグッドイヤーじゃないんですけれども、まあ、グッドイヤー風になっていて高級靴なんだよーっていうのが遠目で見た時に伝わるようなそんな感じのデザインになっているので、まあ、こういう細かいところもちゃんとしてるなとはすごく思いますしあと中敷きですねインンソールに関してはクッション性結構高 深めに仕上げているので、まあ、GU さんさすがこの辺履き心地はこだわってるなっていう感じがしますでこれオンででももオフでも全くく問題なく使えまはオンは本当にスーツスタイルでも全く問題ないですね同じ U チップの中でもまあ内バネだし結構こうフォルムとしてはフォーマルな印象になってるので全然あの普通にビジネススーツとしてお供としてガンガン使いますしカジュアルでも全くもちろん問題なく使えますワイドパンツに合わせることもいいですしソールもそこまで分厚くないので例えばタイトなスキニーだったりとかテーパードとかに合 合わせてもいいいいとと思いますすすでででソールル薄い割にはですねねちょっとヒールがあるんですよ、ね、だから身長もほんのり漏れるので多分3センチぐらいはあるんじゃないかなと思いますけど普通のヒールよりもほんのちょっとだけ高くなってるのでこの辺も評価ポイントかなというふうに思いますまあドレスシューズっぽい面にしてはソールがですねこういうブロックパターンのワークっぽいソールになってるのはなんか僕は個人的には違和感を感じるけどまあ防滑性滑りにくさっていうところを考えるんだったら、まあ、当然こういう構造になるよなと思うのでまあここは 目をつぶっていいいいとところかなという,ふうに思います全体的に4,990円にしては超高クオリティにはなってると思うし冒頭言った通りですけどおそらく普通のブランドが作ったら1万円台後半ぐらいまでにはなるんじゃないのかなというふうに思うのでこの辺ぜひチェックしてみてくださいそしてですねリアルレザーダービーシューズこれ春夏に出してたモデルと全く変わらないかと思いきや実はですねこれサイズ展開変わってませんっけ、えー、ごめんなさい僕がちょっと忘れてるだけかもしれないんですけどリアルレザーダービーーダビシュズズのサイズ展開って確かに 26、27、28とかっていう1センチ刻みだったはずなんですけどっていうか他のアイテムも全部そうなってるんですけどこのリアルレザーダービーシューズ新作に関しては0.5サイズ刻みになってるんですねこれ前回からですか今回からですか僕がもしかしたら前回見落としてたかもしれないんですけどただ少なくとも今回はですね0.5刻みになってますだから今まではその26、27、28とかでしか選べなかったのが26.5とか27.5とかより細かいフィッティングを選べるようになったのはめっちゃ めちゃくちゃゃくメリットでかいと思いいますいやいや自由こんなの最初からやっとけよって皆さん思うかもしれないけど細かい説明は省きますけどサイズ展開が要するに増えれば増えるほど在庫リスクっていうのが高くなってくるんですねまあすげえ簡単な説明をするとフリーサイズって僕ら的にすっごい楽なんですよでお客さんも楽じゃないですかフリーサイズでポンって置いたってこれはフリーです S でも M でも L でもなくてフリーサイズで皆さんこのサイズで着ていただけますってなったらサイズ選ぶ必要がないから在庫リスクが減るんですよ どんな人でもそれれ選んんんでででくるるから余るっていいうことがあんまりないんですねでも SML になった時に M が完売しましたってなったら S 来てまあ着れなくはないな L 来て、まあ、ほんのり大きいかもしれないけどまあ着れなくはないなっていう時に意外と買わないんですよみんなあ M があればよかったんだじゃあやめとこうってなるんですよ本当はその人が L で、まあ、M 来たらやっぱ M ちょっとちっちゃいねやっぱ L がいいなって思うとしてもその比較対象の M がなくなると他のアイテムも買わなくなっちゃうの。 これはねサイズ展開の怖いところで増増ややせばすすほどこの現象がででかくくなってくるんです、ね、あ L がなくなった L 完売しちゃったって我々販売員がなるとすげえ嫌なんですよ僕ら販売員的にはあ L がなくなった超進めにくいってなるんですよ M 着るじゃないですかうんちょうどいいですねうんうんなかなかサイズ感は大丈夫だと思うんですけど念のため L 着てみていいですかって言うじゃないですかお客さんってすいません L がちょっと完売しちゃっててってなるとあーそうなんだまあ M でいいと思うけどでも念のため L 着ときたかった だなうーんちょっと考えますってなるんですよ不思議なことにいやこれはもうしょうがないのねだからサイズ展開って増やせば増やすほどリスク高くなっちゃうことが多いので、まあ、他にもいろいろ要素あるんだけどなので刻みって結構リスクあることなんですね靴屋でもない GU が0.5刻みでやるっていうことはどういうことかっていうとそういうリスクを背負ってでも全然売れちゃうぜって GU が思ってるぐらいのヒット頻繁ってことですね、まあ、確かかかにチチッッププととストトレー 比べるとダビーシューズってまあカジュアルでもガンガン使えるしビジネスでも別に使えなくはないっていうものすごい汎用性が広いいろんな革靴の中でも特に汎用性が広いものだと思うのでまず迷ったらこれっていうみんなも考えがあると思うし僕も確かにあのどれ買っていいか分かりませんって言われたらまあダビーシューズでいいんじゃないですかって言っちゃいますねもうちょっとフォーマルだったらストレートチップだけどみたいなもうちょっとねワークな色があってかっこいいのは U チップですよみたいな個性があるのは U チップですよみたいなこといっぱい言えるけど迷ってんだったらまあダービーでいいんじゃないですかみたいな感じになるもんね だからまあこれ迷ったらこれっていうところがあるのでサイズ展開も増えてですねより細かなフィッティングができるようになったのでこれはすごく大きなメリットじゃないかなというふうに思いますで以前も紹介したんですけどちょっとだけチャンキーソールの方にも触れていきましょうフェイクレザーの方ですねでチャンキーソールシリーズという名前になっていてソールが一角分厚いものになっていますこちらに関しては全てフェイクレザーで展開が行われるそうなんですけれどもまあトレンドフルなこういう靴底が分厚いタイプなので長く愛用するっていうよりはスニーカー ーーカみたいにガンガンン使うっていう人が多いいいいだろううからフェイクレザーでいいんじゃねっていうところなんだと思うんですよねでその分値段も安いしさっきも言った通り風合いはそんなに変わらないのでっていうところです靴底厚くても結構歩き心地もいいですし自由のチャンキーソールはセパレートソールになっていてフラットな全部厚いソールではなくてこの土踏まずのところがへこんでいてソールとヒールが存在するいわゆる通常のドレスシューズみたいなこういう土踏まずのところがないセパレートソールになってるわけねそうすると分厚いソールでも目立ちにくいんですよフラット ソールで全部分厚いと結構ボリューム感でかくてあいつ超持ってんなっていうのがなんとなく分かっちゃう、まあ、今のトレンドだったらそれが分かられても別にそこまで気にならないとは思うけどでも大人も履けるっていう意味においてこのセパレートソールっていうのはすごくいいジャッジだったんじゃないのかなというふうに思いますでこのローファーに関しては糖がかなり細くなっていてで U チップのモデルに関しては結構糖が太めになっているという仕様ですねこのののフェイクととリアルの U チップ比べてもらうと分かるんですけど結構 結構のデカさが違いますこれ同じサイズなんですけど27なんですけど結構ねあの塔のデカさが違うのでやっぱこの辺からも対象を変えてるというかカニバラないようにしてるのが自由さんよくわかりますねなのでまあ今っぽいね着こなしを望むんだったらこのチャンキーソール僕はすごくこのチャンキーソール好きです特にこのローファーのモデルがめちゃくちゃ好きですでも厚底のトレンドってもう終わりなんじゃないのって思うかもしれないけど意外と終わんないですね意外と終わらないしまあなんだかんだこのセパレートソールだったら正直トレンドが 一時的にににに過ぎたととしてもそんんなに気にならななな気らく履けるんじゃいいいかなという,ふうに思いますフラットソールだとやっぱどうしてもちょっと目立っちゃうので、まあ、トレンド一過性のものになりかねないかもしれませんけどまあそれでも別に使い続ける人はそれでもいいと思うけどトレンドっていうところを気にするんであればまあセパレートソールの方が比較的長持ちするんじゃないのかなというふうには思いますまあもちろんオンで使うんだったらこのリアルレザーシリーズの方がいいですしオフで足長身長を高く見せるんだったらチャンキーの方がいいですただ風合いいで選ぶっていうのはあんまり にかななってないのではないかなと僕個人的にには思うのでぜひ参考にしてみてみくださいはいといとうわけで今日は GU のレザーシューズについてバッと概要と具体的な説明をさせていただきました参考になれば幸いでございます私メンバーシップやっておりますメンバーシップではさらにディープなお話たくさんしております皆さんからの質問に答えるコーナーだったりとかコレクションの解説だったりとかパリとかミラノのコレクションに関しては僕20年以上追っかけてるのでかなり知識としては豊富にありますなので90年代のこれがこうで80年代のこれがこうでっていう年代比較も お話がでできるるのでかななりり面白い専門的に学べるチャンネルとなっておりますよかったら是非概要欄からメンバーになるボタンで参加してみてくださいまたこの動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録も忘れなくまたお会いしましょう MB でしたバイバイ今日は口がよく回るね。